また古代の乗り物で海を走り回っていたのかよここのライフセーバーからの借り物ですから火の元に戻るまでの間存分に乗っておこうかといずれはこの経験を参考に水上高速で走る船を開発したいですからねこれも世のため人のためってかあそうだお前にフミが来てたぜ 送り主は光秀ですか。そういえば彼女もバカンスで南大陸を訪れているそうですね。うん。これは興味深い。どうした光秀は今、アクアギという漁村に滞在しているそうです。そこで面白いものを見つけたから来てみないかと。 ここが桑木村か言っちゃ悪いがボロい村だなうんおの者ちはミラノ州出会い出会えこの村の住民でしょうかただならぬ様子ですが絶対に逃がしてはならんぞそれいちょう調におもてなしするのじゃ もしかして俺らとやり合うつもりか面白え。だったら手加減は。ようこそ、アクアギ村へウェルカムドリンクをどうぞえ、ああ、お泊まるならうちの宿をどうぞ。建物は年季が入っているけど、朝食付きよ。 アアクアギ名物シロップなしかき氷だよ別に材料をケチってるとかじゃないよホスピタリティこそリピーター獲得の鍵お客様をもてなしてもてなしてもてなしまくるのじゃおもてなしって喧嘩の比喩じゃねえのかよ圧が強すぎんだろ 漁業,業一本ではやっていけんからの。今は多角経営で観光業も行っているのですじゃ。その割には俺ら以外の客が見当たらねえけどな。お消防失礼ですよマリシテン。ところでこの村に女性が訪れていませんか。 三秀という名前なのですがその方ならうちの宿に泊まっているわもしかしてあなた達たも日の本の人なんとこの村に日の本のお客様が集まるとは運命を感じますのう運命日の元とアクアギ村には何かゆかりがあるのですか ありもありの終わりですじゃ。何せこの土地には、日の本の埋蔵金が眠っておりますから。日の本の埋蔵金 <laughs> 実は、この村には、こんな言い伝えがあるのですじゃ。 昔々、日の元の侍が木箱と共に小舟に乗って、アクアギ村の近くの浜に流れ着いた。村の者たちは弱っていた侍を親切に解放した。侍は助けてくれたお礼に、野良仕事や魔獣退治を請け負い、やがて村に馴染んで暮らすようになった。しかし、 木箱の中身を村の者たちに明かそうとはしなかった。ある時村で病が流行った。侍は病人を癒すための井戸を掘るといい村の外に出かけていった。彼に懐いていたわらべがこっそりと後をついていきそして見てしまった。 侍が木箱から黄金を取り出し、掘っていた井戸に埋めていたの。その後、いつしか侍は村から姿を消してしまった。井戸を掘っていたのは黄金を隠すためのカモフラージュ。侍の黄金は今も井戸の底に眠っておると言われておる。 これがアクアギ村に伝わる日の元埋蔵金伝説ですじゃ。そいつは面白い話だな。その井戸ってのはどこにあるんだそれが分かっておれば今頃わしらで掘り出しておりますわい。はははあのねあのね村には侍を歌ったわらべ歌もあるんだよ。 やつめをまとった侍様。井戸掘り、穴掘り、縁やこら。もしも宝を見つけたならば、地獄の釜見て帰りゃんせ。わっしゅ、わっしゅ、はーい、スターップ。ありがとう。ここで降りるから。 やあやあ、二人とも。よく来てくれたね。あの村っていいところだよね。村人たちが至れり尽くせりだから、ぐーたらし放題。村人総出で泊り客を運ぶのはもてなしがすぎるだろう。てかお前も運ばせるなよ。 それで、光秀。私たちに見せたいものとはうちが昼寝してる間にポンさんが散歩の途中で見つけてさほら見えてきたこれは井戸ですかこんな村外れに井戸があるなんておかしくない水を汲みに行くのに不便じゃん。 そうですねあなたはこの井戸をどう考えているのですかお前も村長から聞いただろう日の本埋蔵金伝説この井戸は埋蔵金伝説の侍が彫ったものじゃないかって思うんだもしかしてあの伝説を信じてんのか <laughs> 意外と可愛げがあるんだな うちも最初は信じていなかったさ。けど、井戸に掘られている文様を見てみなよ。あっ、これは。この八角形の葉っぱみてえな模様、どっかで見た気がするな。そのはずですよ。ヤツイノメは私の一族の家紋ですから。 ああ、それでか。って、その家紋がどうしてここにあるんだよ。うち、聞いたことがあるんだよね。お前の家のタヌキの話。そいつが侍の正体なら、家庭が行くんじゃないな、それを知っているとはさすがですね。タヌキってなんだよ 百年近くお前んとこのちぎりるようをやってるけどそんなもん聞いたことがねえぞマリシテンが知らないのも無理はありません彼について一族以外の者に話すのははばかられていましたからタヌキとは化かす者の意のあざな本当の名を忘れられた私の先祖です数百年前 私の家がマリシテンと玉千切りを結ぶよりも昔の話です課長から森役を任されたタヌキはカイロを使い軍資金となる金の延べ棒を城へ運んでいましたしかし途中で船は沈没しタヌキは行方不明になりましたところが船を引き上げたところ軍資金がなくなっていたそうです重い延べ棒が流されたとは考えにくいさらに 沈没には不自然な点があり船が沈む直前タヌキが軍資金を運び出そうとしていたのを水夫が目撃していたとかこれらのことから沈没の真相についてこう言われるようになりました「欲に駆られたタヌキがわざと船を沈め軍資金をかすめ取ったのではないか」。 狸も軍資金も行方知れずゆえ本当のところは分かりませんですが侍の正体がタヌキならここに持ち去った軍資金を埋めた可能性があると思わない話の筋は通りますがだとすると両者のイメージは異なります恩人である村人たちのために尽くしたタヌキは果たして 義に欠ける人物だったのでしょうかう気になってる様子だね。だったらさ、井戸の底を掘ってみないもしかしたらわかるかもしれないよ。歴史の真実ってやつがさ。歴史の真実ですか。うん マリシテンサザンカたちに文を出しましょう日の元への戻りが予定よりも遅くなるとメッシ暴行を絵に描いたようなお前が好奇心で動くなんて珍しいな以前の私なら限られた時間の全てを漁師の務めに使うべきだとしていたでしょうですが 先のの届以来、思うのです。私はもう少し心の赴くままに動いてもよいのではないかときんマりいたねそうしたらここを発掘のキャンプ地としよういざささん日の本の埋蔵金 俺たちならできるさ